東方高安、東前頭筆頭、茨城県土浦市出身田子の浦部屋、西方千代翔馬、西前頭11枚目モンゴルウランバートル出身九重部屋、呼び出しは四郎、行司は木村翔太郎であります。この取り組みは町を思い未来を作る立川八比、町を思い未来を作る立川八比、並びに町を思い未来を作る立川八比から検証があります。上手投げで高安の勝ち。